ございます。あれ先生が映っちゃった。ちょっと挨拶してくださいよ。ありがとうございます。自己紹介もしてくださいよ。え、いいですよ、たけちゃんで。いや、のんびり。結構今日入れました、でかいの。はぁ。10本ぐらい入ってるんですか、50。はい。さすがに人も多いですね。人も多いです。僕はもうまったり。はい、こんにちは、ジブさんです。今日はね、午前中ちょっといろいろ買い物したり用済まして来たんで遅くなっちゃいましたけど、もう1時半かな、もう、渡良瀬陶器釣り場にまたまた来ました。今日はね、3回目の放流日っていうことで、だいぶ魚も濃くなってるっていう話で、大型がいっぱい入ってるらしいです。まあ半日、今1時半ですけど、夕方まで遊べたらいいなと思ってます。あー、でかいの釣れるかなと期待してますけど。でね、今日はね、餌はね、マグロ角切り、オキアミ、イクラ3種類用意してます。まあルアイフライの方たくさんいますんで、ちょっと場所を外してどっかでやれたらいいなと、それには支度します。もう今撮ってます。渡良瀬漁協の補正と申しますけども、初めまして、よろしくお願いいたします。先生もちゃんと自己紹介。いつもあの竹内フィッシング出てるんで、よろしくお願いします。今日はちょっと僕も半日遊ばせてもらいますけど、今年の渡良瀬陶器釣りはどうですか？魚の感じとかちょっと教えてください。ぼちぼち釣れてます、ね、今日もいいんじゃないですか。評判いいですよ。今どうですか、でかいのはどのぐらいの入ってるんですか？今日は60ジャブぐらい、テニスコート前で10本ぐらいは入ってると思います。先週に僕もやっと50オーバーが出たんですけど、ええ、もっとでかいのもじゃあいるわけですね。60がいます。今日は期待できるんじゃないですか。でもできます、はい、僕今日明日休みなんで、ええ、じゃあ、楽しませていただきます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。これからすいません。一発目来たよ。いるとこから一発なんだよ。おお、走る、ちょっと邪魔だな。そんなでかくねえな。はい、一発目やっと釣れました。そんなに大きくはないですね。はい、バイバーイ。さようなら。
2連チャンだよ、2連チャン入れてすぐ買っちゃった。うわ、登る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 、どこ行ったんだよ、すごっ。前通り過ぎてっちゃうよ。おーおーおー、さっきのよりはでかいね。よいしょ、はい、2匹目。来ちゃいましたよ、3つ目。あれ小さいね。欲しいな、よく。そんな小さくなるんだね。ああ、今さらバレてん、ダメだ、今じゃねえの。あ、切れてね。あ、釣れてる。4連チャンですね。鬼溜まってたんだなこれ。おー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 、走る走る走る。はい、4つ目でバイバイ。相変わらずこれも来るね。すっごい残ってっちゃったよ。おーおーおーおお、5つ目かなこれ。おお、どこ行っちゃ、木の中入ってっちゃうんじゃねえ。ちょっとまたくぐられちゃった。はい、ピキメちゃん。よし、
これはちょっとでけえのかな。おお、ちょっと。濁いだ。今日は森で寒いね。テニスコートのちょっと下って下の方で、5連続パンパンパンと釣れました。でもね、6畳馬とか5畳馬いません。まあいい方のね、なかなか面白かったです。で今日はね、まだ、4時半過ぎかな、もう5時になるのかな。明日もお休みで、明日もあるんで、今日はちょっと早上がりで、また明日ちょっとヘラにするか、またハジカの方行ってみるとか、新しい陶器釣り場に来るか、ちょっとこれから夜作戦会議をしたいと思います。まあ釣れてよかった、お疲れ様でした。寒いんで帰ろう。